片山芳美片山芳美は日本の元レーシングライダー、レーシングドライバー、兵庫県出身。1961年の第4回全日本クラブマンレースでデビューし、350cc クラスで優勝。圧倒的な速さから関西の街道の異名を取る。いわゆる天次郎学校を経てヤマハワークス入りし、国内レースに参戦。 優勝など好成績を収めた。1963年末にヤマハを離れ、鈴木ワークスに移籍。1966年からロードレース世界選手権に本格参戦を果たし、1967年の 50cc クラスで世界ランキング2位を獲得する。50cc、125cc で数多くの優勝と入賞の実績を残すが、 鈴木が1967年限りで世界 GP 参戦を中止したため、世界 GP での活躍は終了した。鈴木と契約している時期に4輪の松田と二重契約する形になり、1964年の第2回日本グランプリで4輪レースにデビュー。鈴木での世界 GP 出場と松田での4輪レース活動が並行して行われる格好になった。 1960年代末以降は松田での四輪レースに、専念し主として、欧州や東南アジアなどの海外レースで活躍。当時松田が発売したばかりのロータリーエンジン車を借り、耐久レースなどでロータリーの信頼性の高さを示す役割を果たした。1969年末からは、日本国内のレースに本格的に参戦。ロータリーマシンにより、 当時ツーリングカーの王者だった日産スカイライン GT-R だとを目指す。片山をリーダーとする松田系ドライバーはファミリアロータリークーペ、カペラ、松田サバンナ RX-3 とマシーンを変えながら GT-R 勢を追い上げ、1972年末には GT-R を圧倒した。また1960年代末から川崎ワークス系二輪チーム。 神戸好みを主催。金谷秀夫、星野和義、片山隆澄、済都市森康氏などの文化生を育てている。その後も、富士グランチャンピオンレース、カイニや FJ1300 やフロリダ500などのフォーミュラレース、デートナ24時間レースやルマン24時間レースなどの耐久レースで活躍する。弟の十谷隆も、松田のロータリーで活躍し、 ロータリーブラザーズと呼ばれた。松田はルマン用グループシーカーのエンジンを3ローターターボと決定しかけていたが、片山が耐久性と扱いやすさから4ローターナが有利と進言。片山の意見が採用されたと雑誌のインタビューで語っている。長期間にわたってトップドライバーとして活躍していたが、後年はプロのレーシングドライバーとしては体力が衰えてきた。 1998年には、大倉ロータリーレーシングより GT300 に参戦したが、目立った成績は残せなかった。引退後、片山よしみプロモーターを設立、代表取締役社長を務める。KY プラモーターブランドのオリジナル商品も開発中。また松田の新型車開発におけるテストドライバーを務め、 松田社内テストドライバーの育成を手掛けるなど、引退後もドライバーとして現役である。2016年3月26日に死去していたことが明らかになった。75歳を打つ、片山よしみ、ありがとうございます。